姉ちゃんと別任務？私と主殿だけで。たまには仕方ないわね。悪は現れる時間と場所を私たちの都合に合わせてくれないから。まあお互いに頑張りましょう。負けないわよ、ジロ。お姉ちゃん。主殿、私気づいちゃいました。きっと私一人じゃまともに戦えないんです。お姉ちゃんが一緒にいないと怖くて。だってまともに戦えなくなったのはこれで二度目ですよ。どっちもお姉ちゃんがいないんですよ。だったら私はお姉ちゃんがいないと戦えないんだって、そう判断するしかないじゃないですか。そんな気休めを言わないでください。主殿は何を根拠にそんなことを言うんですか。ちゃんが？まさか。だってお姉ちゃんはいつも強くて、私はそんなお姉ちゃんの支援が精一杯なのに。失敗したら私どうすれば。まあ私のわがままね。いくらあの子が強くても、できれば妹に危ないことはさせたくないじゃない。それにさ、もし私がしくじっても、ジローはきっとすぐ助太刀に来てくれるから。それでも助けに来てくれるわ。もちろん私だってジローに何かあったら少年に止められたって助けに行くわよ。姉妹ってそういうものだから。ことない。そんなことありません。私もお姉ちゃんに何かあればすぐにでも。お姉ちゃんが私のそばに。
姉ちゃんは天然ボケなところがある人だけど、決して嘘はつかない正直な人です。そのお姉ちゃんがそこまで言ってくれるなら、私やってみます。それでもまだ一人で戦うのは不安なので、力を貸してください、主殿。では早速行きます。私たち仮面御剣に怖いものなどありません。でー